日本ウェルネススポーツ大学は、茨城県北相馬郡と根町深川に本部を置く、日本の私立大学である。2012年に設置された。大学の略称は、日本ウェルネス大。2号館3号館4号館母体は、東京都板橋区にある、学校法人体験学園。日本初の平日通学型と通信教育を、組み合わせた、体育大学。学生は、本校舎、 東京サテライトキャンパス、北九州サテライトキャンパス、沖縄サテライトキャンパスのいずれかを選択する。茨城キャンパスの1号館は2007年3月に閉行となった、ト根町立ト根中学校、2.3号館は2008年3月に閉行となった、ト根町立深和小学校の建物や敷地を再改修した校舎で、文科省の廃校利用プロジェクトの第1号となっている。 卒業すると、日本初の学位である学士が授与される。学習スタイルは、通学課程の、平日通学型通信教育課程の通信教育型がある。本校舎所在地の利根町では、開学による地域活性化を期待しており、学生証を提示すると、町内20店舗で学生割引を利用可能となっている。また、地元社会との協力関係が強く、盆踊り、 スポーツ大会、マラソン大会、地域ボランティア等への協力は盛んに実施されている。京大校の日本ウェルネススポーツ専門学校と同様に開学以降公式野球、サッカー、陸上競技、バレーボール、バスケットボール、レスリング、バドミントン、新体操、女子野球、ビーチバレー、テニスなどの部活動が学生リーグに参戦している。学部別会茨城キャンパス。 東京サテライトキャンパス北九州サテライトキャンパス第1両、第2両、第3両、第5両、第6両、第7両がある。また、稲敷市にゴルフ専用男子両と女子両が設置されている。国内国外。ありがとうございます。